ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は野村古道作、善治平次鳥ものひえより生きとむらい。この作品は昭和二十二年千九百四十七年宝石四月号に掲載されました。それでは本文をどうぞ。 第一章親分向島の藤屋の寮で今日生きともろいがあるそうですね。がらっぱちの八五郎は相変わらず鼻をひくひくさせながらやってきました。おらこれからその生きともろい出かけるところよ。おめえも一緒に行ってみねえか銭形平次はたしなみの紙入れを懐に落として腰へ煙草入れをさすと立ち上がりました。 ごめん、れやしょ。親分のお供はありがてえが、あっしは生きともれを出すやつと死に金を貯めるやつができれいで。へへ。嫌な笑いようだな。どうせどっちにも縁はあるね。へへ。どうせの通りで。あっしは江戸中のやつがびっくりするほど借金を残して死にて、その八五郎にびっくりするほど金を貸すやつがあればいいが。ちげえね。相変わらず。 無駄ばかり言うたでした金があって島があって死にたくねえやつが考え出したことだろうが生きてるうちに弔いを出すというのは考えてみると妙なもんだね近頃はやたらにはやるんだが平治はつくづくそういうのです江戸の文化もようやく乱熟しかけて町人階級に金があると通にもいにも縁のないのがせめて生きらいをしてを バカ騒ぎをし自分の人気を試してみるのが面白かったのでしょう「お親分は元何度ってそんなものに出かがるんつ?」。八五郎にはそれが不思議でならなかったのです。お蔵前の札差しで「何人衆の一人」と言われた藤二の八太郎が道楽や贅沢にも飽きた末自分の葬式を出してあっと言わせようという悪の強い 催しにのこのこ出てゆく日頃の平いではなかったのですごちそうがあるんだよ菓子を一日買い切ったという話だじゃあなんでしょうそんなことで親分が八五郎は頑固に頭を振りますじゃあこれを見るがいい平次はタバコ入れを抜くとかますの中から取り出したのは小さくたたんだ紙切れが1枚粉タバコを払って 八五郎の花の先に突きつけるのでしたへえこれなら足にも読めそうだみんな日本の字で消えてやる日本の字だってやがるそれはカナダやなになに藤谷の生きともれにていなことがある親分はこいつを見逃しちゃうなるねなるほどねどこだそれを読んだらおめえも向こう島へ行く気になるだろう らがってるんじゃありませんか。かそうかもしれねえ。あ、葉桜の向こう島土手をほろ酔い期限で歩くのは悪くねえぜ行きましょう親分八五郎もとうとうそんな気になりました怪しい手紙を弁慶読みにしてむっとして逃走的になったのでしょうごちそうに敷かれていくんでなきゃ向こう行っても飲み食いよすがいいぜへっ <laughs> ありがてえ幸せで。 実ってを内ぶところに突っぱらかして圧がつ食いあさるのは恥だよ。たまにはそんな恥も書いてみてバか。神田から向こう島へ無駄話は再現もなく続きます。第二章向こう島の見めぐりの富士屋の量は江戸中の暇人と金持ちとしゃれ者を掃除 m a i にしたほどの賑わいでした。集まったのはざっと三百人。 これでも源泉に源泉をした一粒よりのを呼んだというのが藤谷弥太郎の味噌でその行き弔いの催しもまた桁外れののの大げさなものだったのです。客というのは藤谷の札旦那からお蔵前の札差し仲間金持ち通人太鼓絵描きにごますり徘徊し芸人芸者あらゆる道楽階級を網羅して

江戸中の人気者を集めた余興をと回か回ひかいお目にかけて主演の京を添えようという趣向です昼を少し回ると式はまず大勢の僧侶の余興に始まりましたその大合唱が鐘と太鼓とあらゆる真っ向くさい鳴り物を動員した交響曲とともに隅田川の水に響いて作草の観音様まで聞こえたという話。 それはともかくとしてさっきまで紋付き姿で大勢の客に愛嬌を振りまいていた主人の藤谷弥太郎はこの時朝上下に着替えて正面壇上に据えた檜の缶に収まりました。もっとも檜の棺は天井と底と三方だけで正面は開いたままそこに身を入れると一時はもんだ度胸の声に連れて 棺の上にかけた白絹を弥自身の手ででで顔のののあたりまで下げるのです。儀式住むまで300人の客にまじまじと顔を見られるのがさすがに照れくさかったのでしょう藤屋弥太郎はこの時ちょうど50歳札差しの株を買っての一大新商で油ぎった顔太い眉厚い鼻 かくばったたにりがあふれておりました『一粒種のせがれ弥吉に大方店のことは任せて自分は若い妾のお吉と月の半分以上はこの寮に暮らし蔵前大通の一人と言われて遊芸三昧にその日を送っている結婚人で』。 ふと自分の年のことを考えたり、いつかは死ななければならぬことを思い及んで、一番息きともらいを出して、自分の人気と異性の子供も見せ、一つは百まで生きるまじないにしてやろうと言った、たあいもないことを考える人柄でした。棺の目隠しが降りると、土俵の波はまたひとしきりもみあげます。荘厳な聖書が初夏の空に、 響き渡って三百の回収もなんか遊び事でもないような厳粛な心持ちに引き入れられます缶の中の主人はあられ顧問の上下の胸から下が見えて水晶の念樹が段の明かりにキラキラと光りますその時でしたさっと一陣の昼の風が吹くと缶の後ろの鯨幕が動いて なやら三百の回収はぞーっとそうげ立ちましたもう一度恐ろしいうめき不問に押しつぶされた声とともにヒノキの缶はグラグラっと揺れてさっと段の白絹を染めたのは紅ボタンをたたきつけたような血潮ではありませんか段に吸い付けられた六百の目はしばらくは氷のごとくじーっと。 と静まりましたが次の一瞬こ然としてそれが恐ろしい動揺に変わったのですどうしたどうした縁側にいた身近の五六人は軍装をかき分けて段に近づきましたとその中からふぐるように飛びついて真っ先に艦の前に出たのは藤谷と無二の艦と言われている黒船長のリサフローでした 引きむしる予防に缶の白絹を剥ぐと中から転げ出したのはなんと朝上下に異議を正して座禅姿になっていた藤谷弥太郎の父親にまみれた姿だったのです。旦那様藤谷様どうなさ藤谷んすと五六人の手が父親の汚れもいわず藤谷弥太郎を引き起こしました。 断末魔のすさまじい苦悶が藤谷八太郎の前身に走るとその油切った肉塊は黒船町のリサブ三郎の手にどたりと転げ込んだのです見ると今まで藤谷八太郎の入っていた缶には後ろの板を突き貫いて血だらけの抜き身がくすん暖の明かりを受けて紫色になっているではありませんかくせ者は幕の後ろだ リサブローの声を待つままでもありませんどっと幕の後ろに殺到した五六人相手が何であろうとみじんにつかみつぶしそぼな意気込みでしたがそこにはもうくせ者の姿もなかったのです驚き騒ぐ祖母族の三百人人うから庭へかけてさながら煮えくり返るようですがこうなってはもうこの恐ろしい恐怖と混乱から救いようもありません その時でした。お静まりください。私は無事でございます。藤谷弥太郎はこの通り無事に生きております。縁側に立って再現もなく混乱を続ける群衆に呼びかけたものがあるのです。大勢の目は頂点を求めて焼き付くようにその顔を仰ぎました。ほう、藤谷さん小藤でまあまあ。 驚き呆れるのも無理はありませんでしたそれはまさに藤谷八太郎の宣告のままの文福姿で少し取りのぼせてはおりますが女才なさそぼな美少を抑え浮かべた顔ではありませんか第三章 では缶の中の人は300人の疑問のまなこはもう一度壇上の血だらけの館に向けられました太鼓ちの全八でございますよ死骸を抱き起こした黒船長の李三郎が言いましたこれは一体どうしたわけだあまりのことに非難らしいささやきが八方から湧き起こります お騒がせして何ともあいすみません。が、これには深いわけがございます。藤谷八太郎は縁側に立ったまま、一応の弁解をしなければならぬ地位に置かれました。わざわざ一日の暇をつぶして、生きといに参列した三百人を、そのまま返すわけにはゆかなかったのです。ともかくご無事で結構だが、 どうしてそんなことになったか一応承りましょう藤谷さん庭の大勢の中からそういった要望が3人5人の口で述べられました申し上げましょう私のつまらぬものきから人一人の命をなくして何とも相すまぬことですがそれは太鼓持ちの全八が進んでやったことでございます聴衆は片づをのみました 今日の行きいでもうすまでもなくこの私が缶の中に入るつもりでしたがここにおられる黒船町の李三郎さんがどうも腑に落ちないことがあるからよした方がよかろうとこう言ってくださるのですしかし私といたしましてはこんなに皆様をお呼びして形だけでも行きともらいをしなければ私の顔が立ちません何が何でも館へ入ると申しますと ロ郎さんはそればかりは思い止まってくれと涙を流さぬばかりに止めるのでございます。それをそばで聞いていた宝冠の前八がそれでは私が代わって冠へ入りましょう。体も年格好も似ているし顔もいくらか似ないことはないから顔のところへキレでも垂らしてもらえば段の上の雲つや明かりに紛れて。 誰にもわかるわけはないとこう申します。皆様をおだましするようでまことにすまないと存じましたが、前髪がすっかり乗り気になって、行きともらいを出せば、縁起がいいからと進んで関へ入ったばかりに、とうとうこんなことになったのでございます。主人富士や八太郎の弁明はそれで終わりました。続いて立った黒船長の梨三郎は、主人の八太郎よりは、 二つ三つ若く四十七八にもなるでしょうか八太郎の油切った丈夫そうなのに比べてそれは面白く骨高に痩せて無二の中というだけに面白い対象を見せておりました私がご主人の館へ入るのをやめさせたのは少しばかりわけがございます実はヒノキの一寸板で作ったという この立派な棺ができて届いたのは三日前でございましたその時わざわざ使いを下すってここまで見に参りましたがその時はうのけでついたほどの傷もない缶が今日の日になっていざご主人がこの中へ入ろうという時見ると後ろの板ちょうど中へ入った人の芯の像のあたりに幅二分。 長さ一寸五分ほどの傷ができているのでございますそのことはあまり恐ろしかったのでその場ではご主人に申しませんでしたが群衆はどよみを打ちました黒船町の利三郎の話が思いのほかに根強いよりどころを持っていたのですその上誰からともなく私は今日何か変わったことがあるかもしれないという噂を聞いておりました。 檜の,の一寸いたがそう手軽に割れ目をこさえるはずもなく妙な噂もでたらめなこしらえ事とは思われませんそこで私は一生懸命主人の思い立ちを止めましたもはや勘へ入る時刻も迫っておりますのでご主人も私も途方に暮れておりますとその話を小耳に挟んで太鼓持ちの全八が進んでこの役を買って出たのでございます。 先八には誠に気の毒でしたがこれも一つの巡り合わせと申すほかはございません黒船町の李三郎の話はこれで終わりましたこうなるともう三百人のお客様たちもごちそどころの騒ぎではありませんすきっ腹を抱えて手地肉林を後にぐずぐず小言を言いながらぞろぞろと帰ってしまったのです第四章 八どこだあの手紙は嘘じゃなかったねあの群衆の中に混じって銭形平次もまた一部始終を見聞きしておりました大変なことになりましたね親分ほい八、ハチ今のうちに見ておこう二人は大方客の帰り尽くしたのを見定めて縁側に上がりました鯨幕の後ろを見るんでしょうそうだよ。が しししかしそれは無駄でした鯨幕の後ろはわずかに人間一人通れるほどの道で一方の口は群衆600の目玉の光る庭に開きそして他の一方の口は内廊下のそこには藤屋の番頭や手代やせがれの屋吉や大勢内輪の者の,のいるところに開いているのです主人の弥太郎はここから出てきたようだな。 そうですよ。主人の後ろから手柄や番頭が一緒に出てきたじゃありませんかすると全鉢をクジラ幕越しに刺したセモ者はどこへ消えたんだわかりませんよクジラ幕の陰か,からあの騒ぎの中へ出てきたものはなかったが気がつきませんね何しろあの騒ぎでしょうここへ出なければ天井へ潜るか床下へ入るより他に逃げ道はねえはずだ 天井も床下もあれだけ大勢で見張っていちゃう潜る工夫はありませんよ。銭形平次も旗と当惑したよぼすです。くせ者が缶へ脇差しを突っ込んで逃げ出したとすれば300人の客の中へ幕の端からパッと出て飛び込むか弥太郎親子や番頭たちのいるところへ極めて自然にそしてそ知らぬ顔をして溶け込むほかはなかったのです。 主人に会ってみようか、ハそれがいいでしょ。う。二人はそこへ通りかかった手代を案内されて、奥の下間に入りました。これは、銭形の親分、飛んだいいところへ。主人の八太郎よりも黒船長のリサブローが乗り出します。飛んだことだったね。おめえさんがいてくれていろいろ聞くのには都合がいいよ。 へえへえどんなことでもお聞きくださいそれも黒船町の李三郎でした第一番に藤谷さんがしどく人に恨まれるような覚えはねえだろうか平治の第一の問いはあまりにも定石通りでしたこんな商売をしておりますので随分思いもよらぬ恨みも買いますがさしあたって 私の命を狙う者などの心当たりはございません藤屋さんが死んで得をするものは損をするものばかりですよ私などもその一人で黒船町の利三郎は苦笑いをしております随分藤屋にはやっかいをかけているのでしょう太鼓持ちの全八は藤屋さんとはただの芸人と客といった間柄かい,いえ 禅八の娘お吉さんが藤屋さんのお世話になっております。ここにおりますがリサブローが指さしたのは二十七八の美しい年頃泣き濡れてはおりますが身なりや要望から言うとただの奉公人ではない様子です。ご主人とおめえと禅八と三人で官へ入る入らねえの騒ぎをやったのはどこだいここでございますが今度は 主人の弥太郎が答えました「その押し問答を聞いていた者は一人もございません誰にも聞かせたくなかったのでございます」「その時うちの者はどこにいたんだ?」「みんなお勝手で料理の指図やらいろいろの世話を焼いておりました」「それから朝神氏を全八に着せると私はここに残り利三郎さんは缶の世話をして」 幕の外へ出たはずでそれからここへ来たものはねえんだなクジラ幕の後ろからは誰も参りません主人の証言には疑いを挟む余地もありませんところで今度はお目に聞きてえがえい、え、リサブロは気軽に膝を前へ進めました缶を三日前に見たときは傷はなかったと言ったが 今日傷のあるのに気のついたのはいつのことだだの上に乗せてからでございますだの明かりが缶の後ろへちらっと見えたのでおや変だなと思いました三日前から今日まで缶はどこに置いてあったんだ自分が入るつもりではこしらえましたが物が物ですからうちの中へも入れられず物置に入れておきましたが。 平治は黙ってうなずくと、今度はタバコ入れの中から例の粉タバコだらけになった怪しい手紙を取り出しました。この筆跡に見覚えはねえだろうか。へえ、ちょっと拝見いたします。主人は手に取りましたが見覚えがないらしく、ちょっと小首をかしげたままリサブローに渡しました。リサブローも。 打ち返したり横から見たりしておりましたが、あきらめたよぼすで後ろの番頭の手に渡します。どうも見覚えはございませんが、誰一人このヘタくそな金書きの手紙の筆跡を知っているものもありません。さっきおめえは近頃変な噂があると言ったが、あらどういうことだ？平次はもう一度リサブローに尋ねました。 この手紙と同じようなことを言いふらしたものがございます生きとむ霊に何か変わったことがあるというんだな、ええ、これだけでは何の手がかりにもなりません 第五平治はそのまま外へ出ると「八番頭を呼んできてくれ物置を一度見ておきて」八五郎は駆け出して行くとやがて番頭の左兵衛を連れてきました「物置の戸を開けてくれ情も鍵もありませんがなるほど不用心なことだな」平治は物置の戸に手をかけて無造作にガラリと開けます。 この辺りは田舎も同様で物置へ入るようなせちがらい泥棒もございませんのでへでもここでくせ者は缶の後ろへ穴を開けたんだぜそれ見るがいいヒノキのクズが落ちてるじゃねえかへえ番頭聖兵の顔は見物でしたのみで掘ったらしいな土は使わなかったはずだから二分のみのよく切れるやつだ あれでしょ、そんな途方もねえことをしたのは。ガラッパチの質問の気楽さ。これがわかりゃ苦労しねえよ。目の前で一人一人殺されたのを、この平次がわからなかったんだ。どうかしたら、あれを俺たちに見せびらがすために、あの手紙を書いたんだろう。平次は苦笑いをします。ひどく自尊心を傷つけられた様子です。番頭の左兵というのは、五十前後の穏やかな男で、 商売のこと以外はあまり関心を持っていそうもなく不二家にとっては大事な人間であるにしても平次にとっては大した役に立ちそうもありませんその番頭を返してブラブラ庭を歩いていた平次は「そうだ見落としたことがあるような気がするもう一度あの館を見ておこう」。いきなり座敷に入ると正面から黙って段を見つめておりました。 騒ぎに紛れてまだそのままに放っておかれているので花瓶は倒れ植台は曲がりまことにめちゃめちゃの姿ですが血染めの缶だけ元のまま段の上に据えられているのがたとえようのないものすごさですここに坊さんたちが蓋並びいて一番先に飛びついたのは誰と誰だったかおめえは知っているか覚えちゃいませんよいずれうちわの文字を。 缶から転げ出した全前髪を一番先に抱き上げたのはリサブローでしたが、それは俺も見た。おやおや、妙なもんがあるよ。なんですおやぶん、缶の穴へちゃんと埋め気がしてあったんだ。細か,か細っけえな。え平地が壇の上から拾い上げたのは、ちょうど湧き出しを突っ込むまで缶の穴を塞いでいたらしい厚さ鈍部。 幅一寸長さ1寸五分ほどのヒノキのコッパではありませんか物置から段の上まで缶を運ぶ時あれだけの穴があっちゃ気づかねえはずはねどうも不思議だと思ったがやっぱり穴は塞いであったんだ恐ろしく気の回る野郎っすねそれだけ気の回るやつが主人と前八と入れ替わったことを知らずにいるだろうかともかくこのコッパで穴を塞いでみよう 平次は血だらけの缶の中へ手を入れてコッパを穴に差し込むとちょうどぴったりとはまってちょっと見ただけではそんな仕掛けがあろうとは思われません驚きましたね親分驚く島に悪の影回って指でその穴の辺りを押してみつくれえ八<っ>五郎は鯨膜の裾をくぐって裏へ出ました見当はつくかい八この辺りでしょ 手で撫でて剣刀をつけて、指の先で軽く押すと、コッパは小鳥と落ちて、その後に脇差しを突っ込んだ穴が開くのでした。幕をくぐって平治の前へ戻った八五郎は、親分、足をかげることがあるんですがひどく思い込んだよボスです。なんだ、言ってみろ。笑っちゃいけんぜんよ。あらわねえとも。 おめえがさっき慌ててごちそうを詰め込んで鼻の頭へ金トンをつけた時だって笑わなかったじゃねえか。え、つまらねえことを覚えてるんですね。だから気のついたことがあるなら言ってみるがいい。じゃあ言いますよ。クジラ膜の影から影へき出しを突っ込めるのは主人のや太郎の他にはねえじゃありませんかえらいおお、びっくりするじゃありませんか。<laughs> すると主人は自分の背中へ 脇差しを突っ立てるために缶の後ろへ穴を開けたということになるわけだなでも全八が変わって缶へ入ったじゃありませんか全チが変わらなかったらどうするんだ缶へ息抜きの穴をこしらえたということにしてごまかしゃいいわけでだらしがねえなおめえの考えることは八五郎をせっかくの知恵も平地にこう言われるとローズのになってしまいますそれから もう一度寮に取って返してそこにいる者に一通り会ってみました手代の伊助は三十一にお粋な男で道楽強そうですがこれはお勝手の采配を振って事件には関係が薄くもう一人の手代の原七はたくましい二十七八の男ですが庭にばかりいてこれは事件の前後には一度もうちの中へ入りません。 二七八の典型的な若旦那で一番下死人の可能性は濃厚ですが缶へ穴を開けてまでもいろいろな細工をして親を殺すはずがなくあとは下女二人雇い女五六人男たち七八人いずれもお勝手や庭にいて祭壇には近づいたものもありません八おめえは黒船町へ回ってリサブ三郎の様子を詳しく調べてくれ。 不二家には恩があるというがどんな恩かそれが聞きてそれから下っを二三人借り出して死んだ善八と娘のお吉のことも引っ込めるだけ聞き出してくれそれから不二家の主人与太郎のことはさら言うまでもねえこったけのお吉のことからせがれとの折り合いがどうなっているか番頭や手代の身持ちも一通りや調べるに越したことはね残るところなく手を回して 平次はその日は引き上げました。第六章。おやぶん、いろいろなことが分かりましたよ。どんなことがガラッパチの八五郎が平治のうちへ来たのはそのあくるしの朝でした。平治にあの番頭の作品が食わせもんですよ。ん十年の間にしっかり取り込んで、堀越えに素晴らしい正体を持っているなんざ、不定もんでしょう。 それから、せがれの八吉は、養子で本当の子じゃありません。これがまた、底変なドラゴンで、親の知らねえ借金で、首も回らねえありさまで。めかけの吉はあんな顔しているが、恐ろしく食えねえ女ですよ。八太郎に食い下がってしっかり取り込んでやすが、いずれ、後ろで、親父の天八が糸を敷いていたんでしょう。もっとも近頃は少し八太郎に飽きられているようで、 どうかしたらあの女じゃありませんか親父がカゴ家に入っていると知らずに、女の手際じゃ五六寸も脇差しを打ち込めねえよ。そうですかねえ。それから黒船町のリサブロこれもいい加減な野郎で、元はのれんのいい札差しだったが、道楽の末が、十年目に株を買って黒船町でカレコレ屋をしていますよ。女房の男はいい女だが、うつは元藤屋の奉公人だったそうで、 いずれ八太郎のお下がりかなんかでしょうそれからまあそんなことっすねこれだけ調べて全八殺しの下手人はわかるでしょうかわからねえよますますわからなくなったよ平次はそんなことを言いながら相変わらずの粉タバコをせせりながら若いガマ仙人のように考え込んでおりますそれから不二家のおかげで食っている人間ならずいぶんたくさんありますよ 例えば、デイ一が殺された全八。もっともあの娘の吉は、あの通り綺麗なくせに立ちが良くねえので、近頃ケースとかケールとか騒がれていますがね。それから、次は黒船町のリサブローで、あれは十年前、店の株を一万両という大金で藤屋に売っていますが、大方は借金の穴埋めになって、近頃じゃ藤屋から五十両三十両と張り出して、 かれこれ屋の損を埋めているようで。うーん。それに女房の男は藤屋の方向に上がるつから、今でも時ド々キドキは行って手伝ってやんすよ。この間もお勝手にいい年間がいたでしょう。気がつかねえな。いい年間となるとおめえは馬鹿に目が早いから。手代や番頭にも信用の受けねえのが二三人いるようで、一人には事を書きませんよ。もっとも藤屋に死なれて困るのは、 三郎やお吉で死んでもらいたいのは養子の弥吉や番頭の左兵ですが八五郎の報告はそんなことで終わりましたがこの報告の中からも何のヒントも得られませんそれから十日ばかり経ったある晩のこと騒ぎも一段落になってようやく日頃の贅沢癖を取り戻した藤二の八太郎は向島の寮にた。 黒船町の李三郎を呼んで昼から五を打っておりました李三郎の方が一二目強くいつでもお世辞に負けたり勝ったりしている五でしたがその日は彌太郎の方が風向きがよく二三番勝ち越してすっかりいい心持ちになってしまった頃朝湯の好きな彌太郎がその晩に限って急に寝る前に一風呂入りたいと言い出し 宵から炊きつけさして、「お風呂が沸きましたが」「お吉が行ってきたのは5つ半9時過ぎでした」「それじゃあ一風呂浴びてくるがその間によーく考えておくがいいその体積はどう考えたところで行きはあるまいが」すっかり考え込んでいるリサ三郎を奥に残して弥太郎はそのまま風呂場へ行ったのです。さっと温まった で流しに降りようとした八太郎生暖かい晩で戸を開けたままの窓越しに背が向くと<っ>いきなり後ろからさっとついて出た長いの左貝殻骨の下を狙われましたが危うく身をかわして脇の下を縫って流れましただろう人殺し豪気な八太郎ですが 冬の襲撃に点とぼし,して流しの下に転げ落ちると傷口を押さえて叫び続けます旦那様どうなさいました。一番先に飛び込んできたのはめかけのお吉でした。続いて番頭の左兵せがれの弥吉そして奥座敷にいたリ利三郎まで面食らって白の御石を3つ4つ掴んだまま飛び込んできたのですどうしたのですご主人 あ,あの窓からやられた見てくれ弥吉がせがれの弥吉は震えていて物の役に立ちませんどこれさすがにリサブローはみんなをリードしていきます風呂場の回し戸を開けていきなり裸足のまま外へがそれも無駄でした帽子の外に捨てて逃げた長めの脇差しを一つ手に入れただけ逃げ足の速い野郎で姿も見えません ぼんやり帰ってくるほかはなかったのです主人八太郎は早速傷の手当てをして近所の外科を呼びましたが幸い急所を恐れて命には別状がないとの見立てにほっとしたのはやがて四つ半十一時頃でしたまたやったそうだねそこへ思いもよらぬ銭形平治と八五郎がやってきたのですおや銭形の親分 どうしてこんなに早く。驚きながらもいそいそと迎えたのはリサブ三郎でした。一度あることは二度あるとみて手代の原室に頼んでおいたんだ。三巡りから柳橋までかねて用意したチョキで焦がせ柳原から一気にかけてくると俺の家まで四半時で来られるよ。今度はくせ者を逃がさねえつもりだ。そう言いながら平次は八五郎と共に。 風呂場から置かっていまえ、奥座敷へと念入りに調べて行きます。風呂場の外で見つけたのは、リサブローが見つけた脇差しの鞘が一本。それは外から窓の上、針の下に突き刺して、束の先だけ出しておき、必要な時、中身だけ引っこ抜いて使えるよう仕掛けてあったのです。いつでも使えるように用意してあったんですね。おやべ その通りだよおやおやこの足跡は平次は奥座敷から風呂場に続く泥足の跡を指摘しました。私でございます。くせ者を追っかけて風呂場から出て血だらけな脇差しを拾って入った時つい裸足だったことを忘れて入りましたので。リサブローは恐る恐る顔を出しました。この足跡で見ると、 つま先は奥から風呂場の方へ向いているが、慌ててあっちへ行ったりこっちへ来たりしましたので、へえ、そんなこともあるだろうな。念のため足の裏を見せてくれ。おや、底辺きれいじゃねえか。何風呂場で拭いた拭いた足からあんな泥の跡がつくのか八、蜂これだけで十分でした。待機していた八五郎は、 いきなり逃げ出そうとするリサブ三郎にくみついたまま縁側から庭の闇へ転がり落ちたのですッ八を殺し弥太郎を刺したく者は黒船町のリサブ三郎でした少しも分かりませんよリサブ三郎は一度不二家の主人を助けておきながら何だって殺す気になったんでしょう事件が落着してから 八五郎はこう平時に聞くのです「最初から李三郎は不二家の主人を殺す気だったのさ」「夜な夜な物置に忍び込んで缶に穴を開けその穴を塞ぐ仕掛けまでこしらえたがさていざとなるとあの時彌太郎を殺すと宴は真っ向から李三郎に向けられると気がついたんだ」「へえ」で一度はわざと彌太郎を助けて命の恩人になった。 そうしておきゃ、この次に、本当に八太郎を殺しても、自分へは疑いは来ねえと見たんだよ。不定野郎っすね。たったそれだけの証拠を揃えるために、太鼓持ちの全八を殺したんでその通りだ。太鼓持ちの全八は、とんだ貧乏くじを敷いて、リサブローの道具になったんだよ。クジラ幕の後ろから、関へ脇差しを突っ込んだリサブローが、どうしてンの前にいて、全八を解放したんでしょう あらうまい手品だったよ。缶の中からうめき声が聞こえてさーっと段の白銀に血が流れた。三百人の目がそこに吸いついているとき、リサブローはクジラ膜の下をくぐって缶に飛びつく人たちの中に混じったんだ。膜の後ろにいたはずのリサブローが真っ先にいたのも変だと思ったが、それより殺されたのが全ンパチと知っているリサブローがあんまり真剣に全ンパチを解放したのが、 後で考えると変じゃなかかったかそういやそうっすねそら幕の下をくぐる時段から流れる血を浴びたんでそれをごまかすにも全八を解放するのが大事な仕事だったのさじゃあ親分はいつからリサブローが怪しいと思ったんでリサブロが最初、 缶の後ろからちらりと段の明かりが見えたので缶に穴のあることに気がついたと言ったろう。ええ。ところがその穴のことを主人の弥太郎も全八も知らなかったらしいのだ。穴は梅木で塞がっているから知らなかったのが本当だ。梅木の木の切れは缶の中に落ちているところを見るとあら、湧き出しでついた時落ちたのだ。 その前に缶の後ろにいて穴から刺す明かりが見えたというのは嘘だよ。なるほどね。下手人は主人の八太郎と、せがれの八吉と、お吉と番頭と、それから李三郎の他にはね、二度目に主人を狙ったと聞いて、これは李三郎だとはっきりわかったよ。あの時一人でいたのは奥座敷の李三郎だけだ。それに泥の足跡は、 風呂場の外へ回って主人を刺し、大急ぎで取って消したとき、慌てて下駄を踏み抜いて足を泥にしたためだ。李三郎はそれをごまかすために風呂場から裸足で外へ出たんだ。へえ、生き届いた野郎っすね。それから野太郎を狙うのに、いちいち刃物を持って歩くわけにいかねえから、風呂場の窓の上に脇差しを隠し、中身だけ引っこ抜いて窓からついたんだろう。 ところで、なんだってリサブ三郎は、藤屋の主人を殺す気になったんじゃよ。八五郎の問いは、最も至極です。十年目に、自分の店を買った藤屋の、近頃の繁盛が妬ましかったのさ。ケチな野郎っすね。他にもあるよ。あんまり藤屋から恩を着せられて、息苦しいような心持ちになっている上、近頃、妾のお吉に、秋が来た藤屋が、 今じゃあ利三郎の女房になっている元の奉公人の男を呼び戻そうとしていたんだろう。恋の恨みは怖えな。ハチおめえも気をつけろ。<laughs> 冗談で。ところでもう一つ親分へ変な手紙をよこしたのは誰です伊三郎だよ。え悪知恵にうぬぼれのあるやつはついあんなことをしてみたくなるんだ。 ゼニガタ平次の目の前で人一人殺して見せたくなったのさ。あだろいた野郎っすね。缶の中でうめき声がして、敷いた白い布がさっと赤くなって、みんなそれに気を取られているとき、そーっとクジラ膜の裾をくぐって出るのは、手品によくある手だが、めえことを考えたものさ。その上主人を一度救っておいて、二度目に殺そうとしたのは、そこの知れねえ悪党だ。 へえだが退屈で金があるからあんなことを思い立つことだろうが止むれなどは同調の沙汰だよ藤谷も悪いにはげえねえ平次はそんなことを言って相変わらず貧乏くさい粉煙草をせせるのでした野村古道作 平治「取り戻控えより意気弔い」「書室、宝石」「昭和22年1947年刊行」観光「全文読み切り」。